日本から生の情報が取れるのはムラットさんだけだ。第一報は日本に津波警報発令。地震発生からわずか30分で詳しい速報を流すことができた。さらに、その後も日本の正しい情報を次々とニュースに加えていった。夕方5時、トルコの人気ニュース番組のスタジオにムラットさんが入った。これが今回帰国した本来の目的。来たる日本の総選挙の解説だ。Mesela şu anda 6 yılda 6 isim olarak belirleyebiliriz. İşte başta liberaller vardı. Abe Fukuda ve diğer Aso olarak. Daha sonra... Peki özellikle deprem sonrasında, gerçi son yıllarda Japonya'da ekonomik olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu ama... Zamanlama olarak ekonomi ve siyaset da aşağılara doğru gittikçe söylemini, Abe'nin söylemi yani... favori gösterdiğimiz liberal demokratlar. Japonya'nın Türkiye'ye bakışını alacağım yayın sonrasında. Daha fazla haber ve ayrıntıyı da TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. TRT Haber'den ayrılmayın. Bangımı wa buji shuryo. Kötü bak. Kök no sekininşe ga Murat san o negirai ni kita. Ama süremiz çok aştı. 5 dakika açtık. トルコではこうして頻繁に日本のニュースが流されている。その後ムラットさんは日本に帰り選挙の取材を続行。どうしても撮りたい男がいた。安倍さんと10秒ぐらい話したい。ムラットさん突撃した。ムラットさん、ああいう方いてくれて嬉しいです ね、 ですね。しかも友好関係で5分も押してくるからね。生放送で5分押すって結構すごいことですよ。決断ですよね。あの地震の情報もほとんどリアルタイムでああやって伝えてくれてるっていうのは、うん、ありがたいけどびっくりしちゃうっていうか、すごいことですよね。そうですね。あのこのトルコに関してはこの番組でも今年の4月に取り上げましたよね。やりましたね。簡単におさらいしておきたいんですけれども、はい、こちらになります。トルコ、ヨーロッパとそれからアジアのちょうど境目の国ということになります。まあ、僕は子供の時に一番最初に首都の名前を覚えた国ではありますね。世界で一番まずい饅頭はっていうと、アンガからでアンカラってね。首都イスタンブールだと思ってる人多いんですけどね、はい、アンカラなんですね。アンカラなんですね。トルコ皆さん行ったことありますか？あります。あ、すごい。観光地でどっか思いつくところ。観光地で、はい、ブルーモスク。おお、素晴らしい。こちらですね。イスタンブールですね。外側が多いわけじゃないですよね、これでもね。そうなんですよ、ね、中でしたね。中のタイルが綺麗だった、ね、とっても綺麗ですよね。綺麗な青ということ。他にこちら、カッパドキア、素敵 ね、 ね。ただ池上さん、観光だけじゃないですよね、日本人にとって馴染みが深いっていうのは、はい、そうなんですね、はい、トルコというとですね、日本と昔から大変深いつながりがあるんですよね、はい、ちょっとこちらご覧ください。はい、日露戦争なんですね、うん、1904年の日露戦争で日本が当時世界最強と言われたロシアのバルチック艦隊を破りましたよね、うん、で当時トルコにとってはロシアというのは隣国でとっても強大な脅威だったんですね、うん、それを破ってくれた、同じアジアの国が破ってくれたというので、うん、指揮官の東郷平八郎がトルコでは英雄になりましてね、うん、東郷って名前の例えば東郷通りとか、うん、そういうのがいろいろできたんですよ。で今も
統合靴店というのがあるんですね。中敷に書いてあります。まあ、要するに日本よくやってくれたよと。それより前のことがありましたね。1890年のことなんですが、日本に表敬訪問に来たエルトゥールル号がですね、和歌山県沖で難破してしまいましてね、その時の和歌山の地元の住民が船員の救助に全力を尽くしてくれたという、この美談がトルコでは大きく取り上げられましてね、教科書にも出ているくらいなんですね。だからトルコの人たちはみんなこの話を知っているんですね。で、エルトゥールル号に対する恩義を感じていた。そしてトルコはその恩返しを90年後に果たすんですね。この事件から90年後、イラン・イラク戦争が始まって、イランにいた日本人がイランから逃げられなくなってしまった時に、トルコが飛行機を出して、